ジェームズ・スタインバーグジェームズ・スタインバーグはアメリカ合衆国の政治学者。クリントン政権で国家安全保障担当の大統領副補佐官を務め、オバマ政権で政策担当の国務副長官を務めた。スタインバーグは1953年にマサチューセッツ州ボストンにてアシュケナジムユダヤ系の家庭で誕生した。 フィリップスアカデミーを経て1973年にハーバード大学を卒業した。スタインバーグは1978年にイエール大学ロースクールで法学博士号を取得した。1977年に保健教育副司省で計画評価担当時間保の特別補佐官。1978年から1979年にかけて、 ワシントン DC 巡回区連邦控訴裁判所でデイビッド・ベーズロン判事の判事保。1979年から1980年にかけて司法省で民事担当時間保の特別補佐官。1981年から1983年にかけて連邦議会の上院労働人的資源委員会で補佐官をそれぞれ務めた。 1983年から1985年にかけてアメリカ合衆国議会で上院軍人会補佐官を務めエドワード・ケネディ上院議員を補佐した1985年から1987年にかけてロンドンの国際戦略研究所で上級フェローを務めた1989年から1993年にかけて ランド研究所で上級アナリストを務めた。1993年から1994年にかけて国務省情報調査局で分析担当副次官補を務めた。1994年から1996年にかけて国務省主席補佐官及び国務省政策企画局長を務めた。1997年から2001年にかけて 国家安全保障問題担当大統領、副補佐官を務めた。スタインバーグはまた国家安全保障改革プロジェクトで、超党派運営委員を務めた。2001年に、マーク財団で、上級アドバイザーを務めた。2001年から2005年にかけて、ブルッキングス研究所で、上級研究員を務め、また副所長及び外交政策研究部長も務めた。 2006年から2009年にかけて、テキサス大学オースティン校、リードン・ビー・ジョンソン公共政策大学院で、研究課長を務めた。民主党の次期大統領候補、バラク・オバナは2008年6月のアメリカ・イスラエル公共問題委員会において、中東問題に関する演説を行った。ウォール・ストリート・ジャーナル氏は、この演説の主たる起草者として、デニス・ロス。 ダニエル・カーツァー、そして、スタインバーグの名を挙げた。加えて、ウォール・ストリート・ジャーナルは彼ら3人について、国際問題への対応を最も期待できる民主党員として言及した。指名承認公聴会に臨むスタインバーグ2008年の大統領選挙において、民主党のオバマが勝利すると、スタインバーグは、 次期国家安全保障担当補佐官の筆頭候補として言及された。実際には2008年11月24日に国務副長官に内定したとの報道がなされた。スタインバーグは12月23日にジョンソン公共政策大学院において報道の事実を肯定した。スタインバーグは学生及び教職員に向けて国務副長官の指名があった事実及び それを受理する旨を書面で公表した。2011年7月、国務副長官を退任し、シラキュース大学、マックスウェル行政大学院長に就任。ありがとうございます。